ゼロトゥインパクトポッドキャスト。このポッドキャストを通じて独立系ベンチャーキャピタルのインキュベートファンドが皆さんに様々な情報をお届けします。はい、それではポッドキャスト第5回目収録していきたいと思います。司会は私清水と壁谷です。よろしくお願いします。はい、始まりました、ね、始まりました、はい、はい、今日も麻布台ヒルズ、うん、ガーデンプラザ B、うん、インキュベートファンドオフィス会議室3よりお届けしていきたいと思います。全部言うね。会議室3とかわからないから。いや、なんか和尚を入れるとラジオっぽくなるっていう小ネタを聞いたんで、うん、会議室3までいらないけどね。はい、まあでも確かに今日はここからね、はい、お届けしております。ラジオ感出していこうかな、はい、知ってる方はあの映像が出ると思いますけど、いや、あそこだと、あそこだと知らない人はあそこかなっていうふうに考えて、ね、はい、イメージで。いや、でもまあ清水さん元気ですよね。いや、マジ元気ですよ、ね、はい、悩みとかあるの？いや、悩みもないに等しいんですけどないと言っても過言ではない。もう生まれた時からもう新しいことをいろいろしたい。そうですね、もうあれやりたい、これやりたい、すごいね、突っ走ると。だからなんかこう支えてくれるさ、メンターみたいな人、はいはいはい、なしでも大丈夫な感じなんですか？ああ、でもやっぱうん、いますよ、います全然。あ、いるんですね。います、います。どんな人がメンターになってこう清水さん支えてくれてる？なんか、年末になると、うん、赤い帽子と赤い服着て、それサンタじゃん。プレゼント持ってきてくれる。それサンタだわ。あ、サンタか、うん、違う、メンター。サンタじゃない。そうそう、サンタじゃない、メンターね。自分をこう支えてくれて、はいはいはい、こう後押ししてくれる。あ、それで言うと、うん、新しいサイトとか、はい、サービスを使うときに、うん、なんかすごいキャラクターとかが出てきて、うん、最初はここを押してくださいみたいな、で、うん、次ここを入力してくださいみたいな。それはナビゲーターかな。ナビゲーターか。それナビゲーターだね。違うのよ。メンター。違う、そう、違うんだ。ちょ、どんなイメージ？はいはい、メンター知らないかな。メンター、いや、知ってる、知ってるし、うん、いるんです。いるんですけど。よし、そろそろ行きましょう。あ、昨日もちょうど会ってて、はいはい、あ、そうです、そうです。そうそう、リアルね、1次会居酒屋行って、はい、2次会で、はい、こう飲み屋さんにまた行ったら、はいはい、ちょっとなんかすごいいろんなお酒を教えてくれて、はいはい、あなたの気分にこれがいいんじゃないですかって教えてくれるっていう、うん、すごいいい人いました。それマスターじゃない。もういいです。あ、違う、もういいです。違う、今日のテーマいきましょう。あと去年上場した、それはキャスターです。キャスターか。それは大事な情報ね。あ、大事な情報だ、ね、はい、はい、じゃあ今回のテーマですけども、はい、はい、今回のテーマはインキュベートファンドのメンター制度に迫ろうと思っております。はい、ちゃんとした制度がありますから、ね、ちゃんとしております、はい、これもちょっと僕人事としてはちゃんと皆さん届けていきたいと思います。そうですね、サンタでもマスターでもない、はい、ウォーターでもチーターでもない、チーターでもない。はい、よろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、今回のゲストは、はい、インキュベートファンドアソシエイトの南出です。よろしくお願いします。お願いします。インキュベートファンド新卒2期生の堀江です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ今回はテーマ題して、南出と南出、南出、素晴らしい、素晴らしい、いいタイトルコールをいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあここで改めて今日お越しいただいたゲストそれぞれから簡単に自己紹介していただきたいと思います。南出さんからお願いできますか？はい、まず、2017年に慶應義塾大学を卒業しまして、でその新卒で野村証券投資銀行部門というところに、入社いたしました。野村では約3年間働いていまして、まあ、それこそ法人営業みたいなところであったりとか、まあ、法人向けの財務アドバイザーみたいなところであったりとか、あとはまあ私の場合だと IPO のプロジェクトも担当することが多かったので、まあ、その中で結構 VC というところに興味を持って、2020年の春頃にですね、インキュベーターファンドに転職してきていて、今だとまあ もうすぐ丸4年ぐらい経つっていうようなところになっています。もうそんなになるか。そうですね、もうアソシエイトの中だと一番長い。そうですね、今うちの中でアソシエイトリーダーとしてのところで、はい、活躍してますね。で、そんな南出さんが今メンターとして担当している、まあ、メンティーになるんですかね、が堀江さんです。堀江さんもちょっと自身で自己紹介お願いできます。はい、
ました。改めまして堀江と申しまして、私自身は2022年に新卒としてインキュベートファンドに入社しております。で、もともと慶応義塾大学の経済学部に在籍しておりまして、ゼミの中で結構こう最先端の技術がどういうふうに社会実装していくかっていうプロセスを学んでいく中でベンチャーキャピタルっていう仕事を知りまして、入社を決意いたしました。はい、今2年目ということですね、はい、お二人だから慶応の先輩後輩でもある。あ、そうです、そうですね、僕は違いますが同じ大学というところで、うん、はい、うん、はい、じゃあそのお二人にお越しいただいてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、で、過去2回では第3回で溝口さんと、第前回ですね、今泉さん、二木さん、それぞれに、なんかそもそもなんかどうやって IF 知ったのかだったり、ベンチャーキャピタルのことを知ったのか、なぜ IF だったのかみたいなことを聞いてきましたが、今回はその入社後、特に新卒として入社した後に、どういう制度だったりとか支援体制があるのかっていうことについていろいろお話伺っていきたいなと思います。はい、よく学生の皆さんに、聞かれること、ね、気になりますよね、はい、どうしますかみたいな話聞きますから、現場の2人から聞いてみようということですね。現場からお届けしますと、はい、はい、で、結構これも聞かれることかと思うんですけれども、新卒 VC どうなの議論みたいなのってたくさん、毎年出てくるかなと思っているんですけれども、はいはい、なんかこう未経験で入社して本当に一流のキャピタリストになれるのかみたいな、そういう不安って実際内定者として、入社してきた堀江さん自身にもあったのかなと思うんですけれども、なんかそのあたりって入社前どういう印象を抱かれてましたか？そうですね、社会人の知り合いからお話聞く中で、新卒選ぶ際にはどれくらい研修が充実してるかであったりとか、結構その先輩によってその今後 のキャリアっていうところも影響があるっていうところで、そういったところがこう充実したところを選ぶっていうのも一つ軸としてあるっていうお話をお伺いしておりました。で、その中で、インキュベットファンドは、新卒、そうですね、私は2期生だったので、これからっていうところだったので、具体的にどういったそういう仕組みがあるかとか把握しておりませんでしたが、事前に新卒研修1週間あるという話をお伺いしていたんですけれども、その後のどういったサポートがあるかっていうところは、そうですね、存じ上げなかったので、なんかそういった部分に関しては不安っていうのも少しあったのかなとは思っております。確かに研修1週間やってその後こう放置されたらどうしようじゃないけど実際自分スケジューラーは真っ白のキャンパスで、ね、あるから、はい、そこ埋めていきなさいって言われるっていうですね、そこから自分で埋めていかないといけないっていうのは確かにあるかもしれないですね。ありますよね。そのあたりちょっと設計を担当されているカペタニさんにもちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、はいはい、そうですね、はい、インキュベートファンドで新卒で入っていただいた皆さんには今新卒研修はでもコンテンツ的にはすごく豊富にあるんじゃないかなというふうに思います。うちの GP たる5人でですね、赤浦、本間、ワランダタ、ウォール・マクターニーという5人の GP がいますが、それぞれが現場の実務で培った経験ノウハウをしっかりと皆さんにお伝えするようなセッションもありますし、またそのアソシエートの皆さんですが、外部の講師の方にもお越しいただいて、いわゆる専門性の高いバリエーションとかファイナンスですとか、IT 関連のスキルの基礎講座ですね、はい、その他にも、例えば IPO トラックにどうやって載せていったらいいのかとかですね、実際のピッチブックどういうふうにまとめたらいいのかっていうのは研修は、その時々に合わせて、新卒で入社して1年目、4月にもありますし、半年だった時もありますし、またそれとは別に合宿形式で1週間行うものもあります、はい、その他で言うと GP 直下でその事業リサーチをやっていくとか、はい、週に1回、例えば模擬投資委員会みたいなことをやっていくとかっていうので、とにかくその研修コンテンツ自体は、多分受け止めきれないぐらいあるんじゃないかなと確かにいうふうに思いますね。その中で実際これから起業しようとする方々とお会いしてお会いさせていただいて、事業をブラッシュアップしていくというのが新卒の皆さんのロールになっているという話ですね、はい、いやめちゃめちゃ充実してるように思いますけれども、そうでもだから、はい、ちゃんとその
自分の中で身につけていけるかどうかとか、はい、ペースメイクをどうしていくかっていうのは結構個人に任されているので、まあ、そこは割と大変なところかもしれないですね。そうですね。ちなみにちょっと南出さんにもお伺いしてみたいんですけれども、はい、なんか野村証券も結構そういう、はい、まあ何だろう、何でしたっけこういうの研修とかすごい充実してそうなイメージありますけど、なんか比べてみてだったりとか振り返るといかがですか？そうですね、うん、野村証券の時を振り返ると、まず最初に入社して1ヶ月間ぐらいが、うん、その茨城に行って、なんか本当に全員で受ける研修を600人ぐらい入れてたんですけど、うん、まあ、そこでなんか名刺交換のやり方と か、 なんか社会人としてみたいなのを叩き込まれて、で1ヶ月経ったら、まあ、今度はその、まあ、投資銀行部門だけの人の研修が1ヶ月間あって、でその後に、なんかテストに合格した人だけなんかロンドンに行って、なんかさらに選抜研修みたいな、その3段階あったので、まあ、ちょっとそこはすごいなんですかね、よりその専門性が高いところを学ぶっていうのが、まあ、僕は逆にどちらかというと早くその現場に入りたかった側なんで、うん、なんか大学もういいわって思いながら持った側なんですけど、うん、まあでもそういう意味だと割とこの、まあ、IF の研修制度というのはなんかバランスがいいなというか、うん、もうちゃんともうパッと詰め込んで、あとはちゃんとアウトプットしようねっていう、インプット重視じゃなくてアウトプット、うん、そうですね、まあ、学び の、 そのベースとしてはインプットしたものをちゃんとアウトプットし始めて学びとして完成するみたいなところがあると思うので、うん、まあ、インプット肩にならないように、はい、だからといってなんか無に話すだけっていうのでも、うんうんうん、まあ、実際企業家の方もね、はい、やっぱ貢献 しないといけないから、うん、貢献のポイントみたいなことは伝えるという中で、うんうんうん、しっかり活躍みたいなことは設計をしますね、うんうんうん、なるほど。確かにそういう、まあ、精度たくさん、もうインプットの機会たくさんあると思う、ありますが、なんかこうそれを実際に咀嚼して自分のものとして実行していくのが一番やっぱ難しいところかなと思うんですけれども、なんかこう堀江さんもこう研修を受けられながらそれをすぐにアウトプットしてやってこられたと思うんですけども、なんか実際やってみての悩みだったり大変だったりこうしたことってありますか？そうですね、あの 1,2 年目 アナリストの時期ですと最初はソーシングっていう業務をやりますが、その中ですと結構目の前のこう、まあ、案件取ってくるとかそういったところがメインになりますので、どうしてもこう全体像を把握しながらこう行動する、動いていくっていうところが、うん、あの難しいっていうところで、うん、まだその新卒で入った当初は全体像っていうことすらも把握できない状況の中で動かないといけないので、うん、そういった意味でのこう、まあ、主体性を持って動くっていうところは難しい部分はありました。そういった中で、うん、うちの場合はそのメンターメンティー制度っていうのがありましてですね、これはもう本当に1年目、うん、2年目の BDA の皆さんにしっかりうちのアソシエートクラスの方がついていただくんですが、実際今南出さんと堀江さんは、うん、メンターメンティーの関係でもあって、うん、まあ、日々業務やってますが、どんなことをメンターメンティーの間ではやってるのかちょっとこう教えていただけますか？そうですね、基本的にはまあ週1ぐらいをベースにして、うん、まあ、オンワンのミーティングを続けていきますというところになります、うん、で最初通りなんかアジェンダみたいなのはなかったんですけれど、まあ、フリーディスカッションで行って、あそこでなんとなくその、まあ、お互いの感覚をつかんだ後に、まあ、じゃあちょっと、まあ、こういうフォーマットでいこうかぐらいのを決めて、まあ、それこそ例えばなんかやらなきゃいけないことの進捗確認のところもあれば、はいはい、なんかその、まあ、もうちょっとあのブレストっぽいようなディスカッションでなんか面白いと思っているなんかスタートアップのディスカッションとか、うん、まあ、そういうような感じで割とざっくばらんにやってる感じ、ね、うん、それはメンターメンティーの中で自由にこう2人で設計して、じゃあこういうやり方にしようねみたいなことを開発して進めていくって感じなんですかね？そうです、僕はそのスタイルですし、多分他の多分その、うん、まあ、教え子の人もそのスタイルが多いんじゃないかなっていうのは思いますね、うんうん、まあ、なんか形式化される、型化されたものを押し付けられるっていうことというよりは、はい、まあ、本当にその新卒の人たちがこういうことをやりたいとか、うん、こう進んでいくところのこうナビゲートしてほしいとか、うん、まあ、そういうのに合わせてみたいな感じですね。堀江さん実際受けてみてとか、うん、メンターとして、ついていって、なんかどんな印象を持ってますか？そうですね、まあ、私自身はその毎週こう、まあ、ソーシングして、まあ、新規の案件を探したりするっていう、あの
仕事をしていて、まあ、大枠の指針っていうところに関してはやはり、まあ、メンターからアドバイスいただけるとすごく、はい、こう動き方があったりとか、うん、どういうふうに進めていけばいいのかっていう長期的なこうビジョンが、うん、見えやすくなりますので、まあ、その中でこう自信もついてきたりとか、うん、まあ、どういった行動をするのが、まあ、最適化であるかっていうところもイメージがつくので、うん、とても助かっております。なるほど、うん、南出さん毎日はそう言うしかないよねっていう目の前にいるから本当はどうなんだでもでなんかこう縛られすぎるとこう定型業務をやらないといけないっていう発想になって、どうしてもそのアウトプットの最適化っていうところを自分でこう考えることが少なくなると思いますので、まああのこう最初は全体像がわからない中でこうやるっていうのは難しいんですけど、こうある程度こう自分のやり方とか確立できて、こう自分の意思決定できるってなると、まああの主体性を持ってこう自律性があるような働き方ができると思うので、まあ、独立するとなるとそういうあの働き方が必要ってなることを考えると、すごくいい仕組みだな、バランスが取れてると思います。インベートファンドの場合はフロント部門の投資部門の皆さんも最終的には自分のファンドを持って独立するということに動いてくれてるので、まあ、そういう意味では南さんなんかもそのゴールにより近いポジションにいますけど、そうですね、一方であの南出さんにとってはメンターをするっていうのは自分にとってでもどんな意味があったりするんですか。まあ、でもそうですね、すごいやっぱ勉強になるなってめちゃくちゃ思います。それこそ、まあ、私が新卒だった頃にメンターついてくれていた人たちはこういう気持ちだったんだなみたいなのをその立場になって分かる、はい、振り返りながらやっぱ難しいな人を教えるのはみたいなのを、まあ、ベースにして、まあ、じゃあ、まあ、その人に教えるってなかなかその言語化することであったりとか、なんかその自分の中で、まあ、なんとなくその溜まっていた知識をちょっとその、まあ、ある意味カタカナっぽくしてアウトプットしてあげるみたいなところとかをすることによって、まあ、改めてやっぱりその、まあ、自分の中での整理がつくといいますか、っていった意味で、あとシンプルにあの普通にアナリスト、まあ、BDA の子たちからも、あの例えばこういう情報を見ててとかいう、そういうのを共有していただく場みたいなのもあるんですけど、うん、割とやっぱチームにインサイトがあるというか、勉強になってます。なるほど、ちょっと問題ですね。めちゃくちゃいい制度ですね。そうですね、確かに教える側というかメンター側にとってもすごい縁の学びがあるっていうのは、なんかすごい気づきというかでした。はい。はい。でまあ、今の話でいくと、なんかまあメンターは本当全部を手取り足取り教えてくれるというよりかは、まあ、自分の向かいたい方向性に向かっていろんなあの自分に対して向かえるようにあのそのメンターなりの知識だったり経験をシェアしていただける、はい、まあ、なのかなと思うんですけれども、なんかそういう意味ではなんか堀江さんは今後こうやっていきたいだったりとかなりたい姿っていうのはありますか。そうですね、結構入社当初はこう短期的になってしまって、起業家とのコミュニケーションもすぐにこう成果が出るようなものに対してこう積極的にやる一方で、なかなかこう長期的なところの関係性っていうところがあの難しいと思っていた部分はあったんですけれども、まあ、あのやっていく中でこうどんどん長いスパンでこう物事をこう見れるようにはなってきたと思っているので、よりこう長期的なところでのこうまあ、関係性構築っていうところも、はい、今後も重視していきたいと思っております、うん、あとはそうですね、もう一つ言って言いますと、結構、まあ、あのアナリストもあの、まあ、各台に 5人おりますので、うん、なんかそういった方々とこう連携したりとか、うん、今後購入させてくる、うん、横の連携、そう横もそうですし、うん、縦の連携っていうところも意識したいと思ったり、そうやって組織が強くなっていくんだなというふうに思いますね。そうですね、はい、最初は本当目の前の業務をすごい頑張ってやってこられて、それがだんだんこう視野が広がって、もっと中長期的に人あの関係性を築いていこうだったりとか、ね、組織の外中の他の方に目を向けられてこられるようになったという感じですよね、特にベンチャーキャピタルの業務もそうだと思うんですけど、はい、まあ、本当にこう
こうレール引いてないところを走っていくっていうのが魅力の仕事ではあるけども、うんうん、なんか地平線も見えるぐらい、うん、その原っぱが続いてるとどんなペースでどこに向かって走っていいのかっていうのは分からない。で、レールに乗りたくはないけど、うんはい、ずっと草原っていうのも割とそのふと立ち尽くしてしまうみたいなことがあるから、うんうん、その時にこう近くにいいメンタメンティーっていう線の中で、うん、こうナビゲートしてくれる人というかですね、うん、そういう方がいることっていうのはやっぱ心強いですよね、うん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 。でちなみにあのメンターである南出さんもあの先ほどあった通り今、はい、インキュベットファンドで一番もう最も歴の長いアソシエートになっておりますが、うんすね、なんかこれ、はい、今独立を見据えていらっしゃるかと思うんですけども、なんかこういう風になっていきたい、こういう VC 作りたいっていうのはいかがでしょうか。そうですね、なんかこういう VC 作りたいみたいなのはまだ正直そこまで確固たる何か固まってるってあれではないんですけれど、うんはいはい、まあ、でもやっぱその日々そのまあ、それこそ BDA の、子たちがあのたくさん起業家の方とお会いしていく中で、やっぱ僕もその起業家の皆さんから信頼、ちゃんと信頼足りうる、キャピタリストとしてちゃんと独立できるかというところをやっぱ、うん、あの足元、はい、あの考えながらあの独立に向けていろいろ考えていきたいなと思っているというような感じです。はい、ありがとうございます。あのインキュベートファンドは本当にあの会社としてのモットーとして、志ある起業家を愚直に支え抜くっていうことをもうベースにしてまして、はい、常に起業家との皆さんと我々キャピタリストというかそういう関係を作れるように、良き伴走者としてですね一生懸命やっていくってことなんですけど、まあ、メンターメンティー制度はそれの社内版というかですね、まあ、本当にあの一人一人が独立に向けて、動いていく中で、良き伴走者として、ついてくださるメンターとで、その姿を追っかけてですね自分もいいキャピタリストになるというメンティーとという関係で、しかもどちらも相互に学びがあるということで、まあ、なんかそういうスタンスをこう結集してくださっているような仕組みかなというふうに思いますね。まあ、またこれがあるからいろんな研修制度とかも身についていくんだろうなというふうに思っています。はい、多分それぞれいろんなドラマもあると思いますけどね、ま、それはどっかの回でやりましょう。はい、そういうなんかドラマとかあったんですか、お二人のところで。ドラマ、ドラマ、ドラマ、エピソード結構落ち着いてる、お互い落ち着いてると思う。そんなにドラマチックな結構淡々とやってる感じ。粛々あれどうだったの、あこれやりました、あなるほど、あいいんじゃん結構なちょっとあの、うん、メンターメンティーの組み合わせによって確かに結構変わる、ありそうありそう、うん、いいなと思うのは、うん、そういえばあの確か半期6ヶ月に1回変わるんですよね。そうです、半年に1回変わるんですね。半年に1回変わるんですよね、うん、それっていい制度だなと思っていて、うん、それこそ前職の時は、まあ、その部署移動するまでずっと同じだったんですよ。なんで、まあ、でも半年、最低でも半年以上あって、長ければ1年半とかの人もいたと思うんですけど、合わないと最悪で、そうなんですよ、それで多分苦しんでる人っているんじゃないかなと思っていて、はいはいはい、まあ、それこ そ, その新卒の段階で入った時に、半年ごとにいろんなその背中を見れるみたいなっていう意味で言うと、まあ、そのすごい僕はいいのかなって思いました。合わないって言って、まあ、合わなかったとしても半年だったら学ぶことは絶対そうですね、しね、はい、そこまで合わないっていう組み合わせもないような気もしますけど、うんうん、まあでもそうやってこういろんな視点でアドバイスもらえるとか、うん、まあ、あの指導をしさせてもらえるっていうのは違いますよね。そうですね、ですね、いや私もいろんなメンター欲しいなって思いました。十分たくさんいっぱい支援者がいると思いますけど、亀谷さんはちなみにメンターいますか。いますよ。お、いるいる。でもそれは次回にしましょう。楽しみにしてます。はい。はい、ということで今日はお二人にお越しいただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。では次の配信までしばしお待ちください。皆さんも各々の領域でインパクトを作っていきましょう。それでは。